チャールズ・ルドルフ・フリムルは、オペレッタ、ミュージカル、歌曲、ピアノ曲の作曲家、ピアニスト。日本では、鎌田た更新曲の作曲者として知られる。故郷のプラハで音楽の基礎を学び、同地でしばらく演奏家として活動した後、アメリカ合衆国へと渡って作曲家となった。代表作は、ローズ、マリエ並びに、ザバガ・ボンド・キングであり、いずれの作品も、 ブロードウェイとロンドンで成功を収めると共に映画化された。フリムルはプラハに生まれた。当時の同志はオーストリア・ハンガリー帝国に属しており、現在はチェコの首都である。幼少期から音楽の才能を表した。フリムルは1895年にプラハ音楽院に入学、アントニンド・ドボルザークの下でピアノと作曲を学んだ。しかし、許可なく、 演奏を行ったことを理由として1901年に方向処分となる。プラハや後のアメリカでフリムルは歌曲やピアノ曲、その他作品を作曲して出版し、そのうち歌曲集ピズンザベサウビーは賞を獲得した。曲集中最後のザ・ティシーッチ・ノーチェは1941年にナチス占領下のチェコスロバキアで有名な映画の題材となった。 音楽院を後にした、フリムルは、バイオリニストのヤン・クベリークの伴奏者としての職を得る。クベリークと共に二度のアメリカ演奏旅行に赴いた、彼は、1906年にアメリカに永住することになった。これには、チェコのソプラノ歌手、エミー・デスティンの手引きがあったようである。フリムルのニューヨークでの最初の仕事は、メトロポリタン・オペラでのコレッペ・ティートルであった。 ピアニストとしてのアメリカデビューは1904年にカーネギーホールで飾っており、1906年にはウォルター・ダム・ロッシュが指揮するニューヨーク・フィルハーモニックと共にピアノ競争曲路長長を初演している。しばらく今日構えたロサンゼルスでは1909年にマチルダ・バルークと結婚した。彼らはチャールズ・ルドルフとマリー・ルチルという二人の子供を設けている。 フリムルの2番目の妻はブランク・ベターズで、フリムルのミュージカル、カチンカの合唱に参加した女優であった。3番目の妻は、フリムル作の、グロリアナでメイド役を演じたエルジー・ローソンで、彼女との間には、息子のウィリアムが生まれた。4番目の妻は、K、ケイ・オングリングで、彼女との結婚が最後となった。それまでの3人の妻とは、離婚によって別れている。 20世紀初めの数十年の間、アメリカの劇場で最も人気を博した演目はオペレッタであり、最大の知名度を誇ったのはアイルランド生まれのビクター・ハーバートであった。1912年、オペレッタの歌姫エマ・トレンティーニがブロードウェイで新作オペレッタの主役を務めると報じられた。作品は、ハーバートと作詞家の夫・ハーバックによるザ・ファイアーフライであった。 このオペレッタが書かれる直前、トレンティーニは、ハーバート自身の指揮による彼のオペレッタ、ノーティー、メリエッタの特別公演に出演した。アンコールでトレンティーニが、イタリアンストリートソングを歌うことを拒否すると、ハーバートは血相を変えて、オーケストラピットを飛び出し、トレンティーニへの、それ以上の作品提供を拒絶してしまった。そのオペラのスポンサーであったアーサー・ハマー,ースタインは、慌てて、 他の作曲家を探し始めた。ハーバートほどの曲をかける劇場作曲家を見つけることはできず、ハマースタインはクラシック音楽の教育を受けているという理由で、ほとんど無名だったフリムルに白羽の矢を立てた。フリムルが一月かけて作り上げた作品は、彼を劇場での初めての成功に導くことになる。 シラキュースでの試験工業を経て1912年12月2日に封切られたザ・ファイアーフライは聴衆と批評家の双方から好意的に受け止められた。クリスマスが終わると舞台は火事の劇場へと移され、そこで1913年3月15日の千秋楽まで合計120回の公演を重ねた。フリムルはザ・ファイアーフライに続いて、 オペレッタを3作品書き上げ、いずれも上演記録の上では、ザ・ファイヤー・フラより長期間となりはしたものの、その後の評判では及ばなかった。3作品とは、ハイジンクス、カチンカ、ユー・アー・イン・ラブである。また、フリムルは1915年のミュージカル、ザ・ペザント・ガールへ歌曲を提供している。トレンティーには、フリムルの最初の妻が1915年に起こした。 離婚訴訟において共同被告人として告訴されており、二人が不定関係にあるとする証拠が提示されている。ライダ・ジョンソン・ヤングとの共作でエドウィンとメイ・ウエストを主役に据えたサムタイムは1918年から1919 19年にかけてブロードウェイで上演されて好評を博した。フリムルが書いたオペレッタは大半が1920年代の作品である。 1924年に生まれたのが、ローズ・マリエである。作詞家のオスカー・ハマース・タイ2世とオット・オ・ハーバック、そして作曲家のハーバート・ストサートとの合作である。このオペレッタは、世界的なヒットとなり、ザ・マウンティーズや、インディアン・ラブ・コールなど、劇中華からも広く知られるようになったものがある。ストーリーに殺人を取り入れたことは、当時のオペレッタやミュージカル作品としては、画期的であった。 ローズマリーへの成功後も二つのヒット作が続いた。ブライアン・フッカーとウィリアム・エイチ・ポストが作詞を手掛けた1925年のザ・バガボンド・キング、そしてアレクサンドル・デュ・マペールの三重詞を原作とし、P.G. ウッドハウスとクリフォード・グレイが作詞を行った1928年のザ・スリー・マスケ・ティアーズである。他にも、 フリムルは1921年と1923年にはジーゴーフェルド・ファリーズに参加している。1930年代になるとフリムルは多くの映画に音楽を書いた。そうした場合、過去の作品から歌を流用することもしばしばあった。ザ・バガボンド・キング、ローズ、マリエ並びに、ザ・ファイアンフライはいずれも映画化され、フリムルの音楽が少なくとも数曲は使用された。 三十氏は、原作の小説が幾度となく映画化されたにもかかわらず、オペレッタ版が映画となることは一度もなかった。1930年、フリムルは、ジャネット・マクドナルド主演の映画、魅惑をかけてのために、新しいオペレッタを作曲した。同時代のアイバー・ノベル同様、フリムルは時に楽曲が、感傷的で空虚であると冷やかしを受け、ありきたりであるとたびたび言われていた。また、 古臭いという批判も受けた彼の作品には旧世界の情緒を乱出すことができる。フリムルの最後の舞台ミュージカルとなったのは1934年のミュージックハスチャームズであった。1930年代に入り、フリムルの音楽はブロードウェイでもハリウッドでも時代遅れとなってしまったのであった。大衆の好みに合わせようとすることよりも、フリムルは 演奏会でのピアノ演奏と芸術音楽の作曲に集中することにし、90代になってそれらを実行に移した。また、1947年にはネルソン・エディと色んなマッセイを主役に据えた映画ノースウェスト・アウトポストの音楽も作曲している。ブロードウェイではリバイバル上演されるフリムル作品もあり、1943年の ザ・バガボンド・キングや1984年のザ・スリー・マスケティアーズなどが挙げられる。映画版のザ・ファイアーフライ中のザ・ドンキー・セレナーデやザ・マウンティーズ、インディアン・ラブ・コールなどは現在でも頻繁に耳にする機会があり、しばしばロマンティックなパロディやおどけた状況で使用される。ピアノ作品もたびたび演奏されている。1939年11月号のタイム上でフリムルは ビクター・ハーバートがウィジャボードを使って話しかけてきたと述べている。フリムルが言うには、ハーバートが5つの音を弾けと伝えてきたという。フリムルが音を鳴らすとハーバートはとても素敵だと返したのだった。1967年、フリムルはサンフランシスコのカレン劇場で行われた特別コンサートの舞台に上がった。彼のコンサートでは、 常だったようにピアノの即興演奏に始まり自作曲の編曲や彼に影響を与えた作曲家の作品などを弾いていった。自らの死に捧げるとしてドボルザークのユーモレスクも演奏された。1971年にはソングライターの殿堂入りを果たしている。フリムルの二人の息子も音楽家として活動した。 ルドルフは1930年代と1940年代にビッグバンドのリーダーを務め3番目の妻の子であるウィリアムはハリウッドの作曲家、編曲家となった。1969年、フリムルの90歳の誕生日を祝ったオグデン・ラッシュの追句は次のように締めくくられている。君も私と同じ結論のはずだ。フリムル流ならもっと幸せな世界になってるだろう。 同様に、風刺家のソングライターであったトム・レイラーは、ファーストアルバム、ソングズ・バイ・トム・レアラーの中で、フリムルに言及している。ザ・ウィン・シュニッツェル・ワルツという楽曲には次のような歌詞がある。You ッ r ス Lips were like wine, the music was lovely, and t e u ルドルフ・フリムルワイ』。音楽は心地よく、そしてとても、ルドルフ・フリムル風だった1957年暮れの、 ミュージカル、ザ・ミュージック・マンでは、ハロルド・ヒルが、マリアン・パルーにこう嘘をつく。ルディ・フリムルからの伝報が来るんじゃないかと思っていて、これがそうかもしれない。フリムルは1972年11月12日に、ロサンゼルスでこの世を去り、グレンデールのフォレストローン記念公園で、栄誉の庭に埋葬された。そして、2007年8月18日の、 サンフランシスコクロニクル氏の不法欄に、フリムルの最後の妻であったケイ・ウォングリング・フリムルが2007年8月9日に死去し、夫と共にフォレストローン記念公園に埋葬されると、掲載された。ありがとうございます。